予選 Q1 ファーストアタック、とりあえずタイムを残しましょう。めっちゃ後ろ来てるけど、後ろにスリップを与えてしまう。ストロールにスリップを与えてしまった。ポイントはめっちゃライバル中段下位、ライバルの Q1 突破をアシストしてしまった。だが抜かせなければいい。とりあえずのタイムは出せそうだ。33秒371。なってる。いや、避けてますよ、私は。避けてますよ。なんでこんな混雑すんの。ちょっとちょっと、先行ってよ。もう、なんで、なんでいつもこうなんの。塔の恩恵を。遠い。さあ2回目のアタック、現在10番手。1周目よりは当然上げていきたい。3ぐらいの改善ができるかどうか。現在11番手、少なくとも更新はしたい。しまった。あー、失敗した。0.05 ぐらい。ほとんど更新できなかった。いや、これは失敗したな。さあ、現在のカットラインは33秒257。でもこれ少なくとも32秒台には入れないと危なそうな気がしますね。32秒台に入れたいですね。さあ、ちょっとこれちょっと、投入しましょう。まずい。Q1敗退してしまう。さあ、突破なるか。3回目のアタック。目で凍らなかったし、そうなった。ちょっと修正したので、データがプラスになってる。
あ、突っ込みすぎた。ダメだ。ダメだ。あー、もう1秒、これダメだ。ちょっとこれ、あー、でも燃料足んない。あ、いや、でもこれいいし、すぐ戻れば、すぐ戻ればなんとかなるか。よし、大丈夫。さあ、続々と出ていきますね。よし、行こう、行こう、行こう。よし、タイヤそのままガソリンだけミニマム。さあ、私現在16番手ですね。よし、ラストアタック。あ、これあかんやつや。ちょっと邪魔になるやつや。直線で抜ければいいけど。あ、やべ、間違えた。ブレーキングポイント見誤って全然手前で踏んでしまいました。今これはスリップ使えそうですね。ちょっと遠いけど少しぐらい効いてんじゃないか、多分。さあ、コンマ3は改善する必要がある。さあ、セクター2、紫。さあ、ちょっと嫌な距離感ですが、多分それでもミスんなければ改善はできる。おお、コンマ8、これは大丈夫そうだ。そこまで改善できれば。あっ、危ない、危ない。とりあえずコンマ7、これは通ったかどうか。あー、ダメだ。16番って、いや、コンマ7上げてもダメだった。順位変わらず。さあ、うわー、 0.001 0.001 で落ちた。今最終コーナー、ちょっと外に飛び出らんければ多分ジョビーは超えてたんじゃないかな。いやー、ギリギリ落ちた。 0.001 で、いやー、この差ですよ。まあ、今のはクリアラップの方が良かったのか。まあでも、ちょっと等効果は多分あったと思うんですよね、少しは。ね、直線終わりの方でちょっと近づいたりしたんで。ちょっとね、その後、セクター3、ちょっと詰まった感ありましたけど。まあ、どっちもどっちか。うん、引っ張られた効果とちょっと詰まったのと相殺するぐらいのもんかもしれないですけど。さあ、そして相棒のアルボン君は、32秒885。コンマ3遅れということで、我がトロロスト軍、残念ながら Q1 敗退となってしまいました。まあ、もうちょっと行きたかったですよね、この辺はね。まあ、仕方がないですね。ということで、Q1 の方、これで終わりになります。いや、残念。はい、ということで、予選 Q1 敗退ということで、予選16番手となりました。決勝の方はね、大雨なので、最初は曇りなんですが、まあ、多分10周もしないうちに、5周ぐらいからしとしと降ってきて、本降りになって、また最後しとしとやみ始めるという、まあ、最後、降り始めてからドライになることはないと思うんですけど、まあ、インターは確実になって、まあ、最悪ウェット、ウェットコンディションね、ウェットタイヤ履くかもしれないというのもあるので、まあ半分以上、4分の3は雨だと思うので、また最後尾一人旅になるかもしれませんが、ちょっと最近ちょっと雨連もし始めたので、まあなんとかね、一人旅ではなくとも、まあ、最後尾でも後ろにくっついていけるレベルの、感じでやりたいなと思います。ただ、AI 難易度がね、雨だと、オールウェットだと60でやっぱり、ね、最近変えたんですけど、晴れ雨混在なので雨に合わすということも多分できないので、どうしようかなって感じですね。もう
とりあえずもう85でやってどんなもんかっていうのをやるべきか。ただちょっと今回雨をね 50% を3本ぐらいやってそれなりに雨練してきたので、ちょっと試しに85の混在環境でどうなるかっていうのをちょっとやってみようかなと思います。ちょっと間を取って70とかそんなにしてもいいかなと思ったんですけど、ちょっとめんどくさいんで85でやっていきたいなと思います。ということで、次回決勝の方よろしくお願いします。もしよければチャンネル登録、グッド、評価よろしくお願いします。それではまたね。